はいどうも T です。今日はねもういつもやってるようなお勉強関係の話ではありません。なのでそういうのを期待して開いた人はもうすぐに戻るボタン押してもらったらいいと思います。でじゃあ今日何の話するかってことなんですけど、こういうもんがね届いたんですよ。これね何かって皆さんTBC って知ってますかね。なんか美容系のクリニックで脱毛とかがなんか結構有名なお店だったりするみたいなんですけど、まあ別にねまあ確かにヒゲ剃りとか毎日めんどくせえなっていう風に僕思ってたのは思ってたんですけど、まあ別にわざわざしなくていいかなとは思ってたんですけど、やっぱね500円とかでその特別優待チケットみたいなの来たらさ行こうかなってなるじゃないですか。まあちょうどいいネタができたなと思って、まあ行ってみたんですけど、これねちょっとやらかしちゃったんで、その話を今日はねしていこうかなと思います。じゃあまず何をやらかしたかって話なんですけど、この、まあ、TBC、これメンズ TBC なんですけど、ここの、ちゃんとね、書いてあるんですよ。書いてあるんで僕が 100% 悪いんですけど、何が良くなかったかっていうと、これ処置をするときに、ヒゲの長さがある程度いりますよという話なんですね。で、これも昨日の段階で電話かかってきていて、だいたい24時間ぐらい前にはなるんですけど、普通にヒゲの長さが短かったら処置できないんで注意してくださいねって言われていて、でまあその電話がねあった時から全くひげ剃ってなかったんですよ。まあでそれ書いてあったし、まあ知ってたんで、まあいっかと思って剃らずに行ったんですけど、やっぱりね人によって差があるみたいで無理でした。これねかれこれなんだかんだ、まあ、10時ぐらいから行ってたんですけど、話を聞いたりとかうんぬんとかしていたらまあ1時間2時間ぐらいかかっちゃうんですけど、まあそれで結局体験なしみたいなねことになってしまったわけですよ。まあね、書いてあったんだけど、そういう風な個人差結構でかいもんでさ、まさか引っかかるとは思わないわけじゃないですか。で、僕結構ヒゲとか濃い方なんで、伸びるの早いのかなと思ってたんですけど、どうもなんかその辺も違うらしくて、なんかね、今日言われたので言うと、3日間欲しいって言われましたね。なんで、まあ、これね、考えてる人は、例えば日曜日に行くんだったら3日前だから木曜日とか、それぐらいのところから放置して、来てくださいというふうに言われました。どう思います？これ僕は別に自営業だからある程度どうにかなりますし、そんなに普段は生徒とは顔合わせてますけど、まあ、その辺は説明すればなんとかなるじゃないですか。たださ営業の人とかってこれかなり厳しいですよね。営業の人でさ木金とさ2日間ずっとこうもうひげを伸ばし続けてなんか武将ひげみたいな状態になった状態でね、これでお客さんの相手しろってちょっと厳しいですよね。だからまあこれどうなのって思うんですけど、まあ無理なもんは無理というところで、まあとりあえずね今日はこれやりませんでしたと。一応なんか体験の方法っていうかいろいろコースがあるみたい で、まあこれもね僕全然知らなかったんで一応簡単に説明をしておくと、なんか、ね、いわゆる光脱毛っていうやつと、ここで言うのはスーパー脱毛みたいなやつがなんかあるらしくて、これ違うらしいんですよ。で光脱毛っていうのはなんか光の光線をピッて当てて、でそれで処置していく方法ね。で今回僕行ったやつではなんかそのスーパー脱毛みたいなやつで、なんかねこれマジでびっくりしたんですけど、ヒゲね一本一本なんか処置していくんだって。でそれでやっていくもんだから、それこそヒゲの長さがないとさ直接そのつまんでピンセットからつまんでそこになんか処置して抜くみたいなことやってるみたいなんで、まあ、無理だって言われたんですけど、いやなんかそういうの違うんですって。でなんかいわゆるその脱毛みたいなやつでよく言ってるやつはその光脱毛みたいなパターンが多くて、でそれだったら結局ねなんだかんだ言うて永久脱毛って言ってるところも永久脱毛ではないらしいんですよ。っていうのもその永久脱毛の定義っていうのがちょっとなんか細かい話になりますけど、永久脱毛の定義っていうのがなんか何ヶ月とかで決まってるんですって。なんかその何ヶ月以上生えてこなかったらもうそれを永久脱毛でも言っていいですよっていうようなルールがあるらしくって、でその光脱毛でもその何ヶ月間かは持つらしいんですよ。だから永久脱毛って言ってるんだけど、それ以降ね例えば半年1年とか経った時に生えてこないっていう保証はないらしいんですよ。で、まあ、今日聞いた話だとそのスーパー脱毛っていうのだとほぼほぼ大丈夫ですよと、まあ、生えてくることもあるけど、まあ、ほぼ生えてこないんで、まあ、皆さん満足して帰られますよみたいな話だったんですよ。でまあそれでじゃあまあそのスーパー脱毛ってのどうせやったらやりたいやんっていう風な話をしてたらですね、まあ出るわ出るわ、まあお話がうまいんですよ。まあそれは営業の人ですから、言うてクリニック処置してくれる人っていうのもまあプロですから、まあ営業がうまいんですよね。なんかあれだこれだっていう風なところで、うんあれですね、気づいたら50万
払ってましたっていう話ですよ。もうね、うん、マジで YouTuber かよみたいな話ですよね。なんか、うん、いやだってさ、もともとこれあれですよ、この優待チケット500円ですからね。500円握りしめていけばいいやっていうようなやつで、気づいたら僕50万払ってましたからね。いやー、まあね、びっくりしましたね。うん、で、まあ50万って言った時に、これ内訳ってどんなもんかって話なんですけど、このスーパー脱毛ってやつはどうもその1本1本に対して処置していくから、1本ごと値段って決まってるんですよね。で、まあ、カタログスペックというか、なんかホームページとかに書いてあるやつだと1本145円とかって結構高いじゃないですか。で、それがなんかメンバーになったりとか、その2年縛りで何本以上とかになると安くなりますよみたいなね。まあうまいわけですよ。まあ大阪人の心を惚れているというか、なんかすごいお得感を出してくるのね。で、まあなんか今日話で最終的に出てきたのが、なんか1本69円。まあ元の値段から言ったらすげえ半額とかになってるんで、まあだったらいいかなーとかっていうところでサインしちゃったよね。こっから2年間ですよ。まあね、別に、ヒゲ剃りとかって僕もめんどくせえなってすげえ毎日思ってるわけですよ。まあ、このね、あのカメラそんなに良くないんで、目立たないかもしれないんですけど、結構ね、ヒゲ、濃いんですよ。で、まあそれうざいのはうざいからっていう風なところでずっと思ってたんで、まあこの機会にね、もう思い切ってやっちゃおうと。で、まあ今日もそのね、お店の人と話してたんですけど、もうネタにしちゃいましょうと。ね。なんかすげえ乗せられてますよね。なんか仮にもこうやってさ、まあ別に YouTuber ってほどでもないけど、なんか動画上げてる人間がさ、っていうところで、ついでにまあネタにしちゃいましょうつって、これただでネタにしてるわけですけど、こんなんさ、結局また TBC の CM になってるわけですよね。なんか乗せられてんなーと思いつつ、まあでも僕もどうせやるんだったらさ、まあこうやってネタにしてね。まあ今回は結局今日行っただけなんで全然見た目変わってないと思うんですけど、まあね、事後経過とかっていうのもちょこちょことお話できたら、まあ皆さん考えてる人とかいるんだったらちょっとはね、皆さんメリットもあるかなと思って動画にしてる次第です。まあほんとやってみないとわかんないんですけど、なんか最初に言ったように結構時間がかかるというか、まあ、2年とかかかるような話ではあるらしくて、まあ抜くわけだからいいんだけど、なんか表面にね、こう見えてるヒゲって実は全体の 15% しかないらしくって、でそれがどん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 出てくるから結構かかりますよみたいな嘘か本当か知らないですよ。で詳しい人はちょっとまた教えてほしいんですけど、まあそういうことをとりあえず言っていて、でまあ結局かかるということなんで、まあ今後ね、皆さん結構ちょっと長時間2年間ですよ、まあ経過見たい人はお付き合いくださいと、まあそういう話ですね。であと結構これ肌にダメージが出るらしくて、なんか赤みとかが出たりする場合があるからっていうような話だったんで、動画とか僕も平気でそういうのでも別にそんな気にしてる方ではないので、平気で動画撮ろうと思ってるんで、なんかこいつ妙に今日肌が赤いなとか、あるいは長さが必要って言ったじゃないですか。ヒゲの長さがある程度ないと処置できないみたいなことを言われていたので、普通になんかそのやる、実際やる何日か前からは多分ヒゲとか放置剃らずにやると思うんで、まあちょっと見苦しくなるかもしれないですけど、まあそれはご勘弁くださいと、まあそういうお話でした。まあね、結構やってる人多いっていうような、まあ、周りでもなんかそういう風な話題聞くんで、まあね、結構興味ある人も多いと思うんで、まあもしよかったら見てってくださいって感じですね。まあとりあえず本当今日はもうこれ以上特に言うこともないので、まあほぼほぼやっちまったぜっていう動画でした。じゃあまあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。